サイモン・バロン公演は、イギリスの発達心理学者。ケンブリッジ大学発達精神病理学科教授。自閉症のマインドブラインドネス理論、心の理論、自閉症を極端に発達した男の音する理論、等が知られている。ただし、男の音男性がイコールでないこと、女の音女性がイコールでないことは繰り返して強調している。著書、共感する女の音。 システム化する男の P291 でニュートンやアインシュタインについて本人たちを知る人物の証言から明らかにアスペルガー症候群と思われる特徴を示していると記述しているただし彼らは自らの才能を開花させる場所を持っていたので障害であると診断されたかどうかには疑問があるとしている俳優のサシャバロン公演はいとこ公演は 英国心理学学会、イギリス学士院、科学的心理学会のフェローを務めている。また、英国心理学会認定心理士である。また講演は、イギリス自閉症協会理事、英国国立医療技術評価、気候成人自閉症ガイドライン作成グループの議長、国際自閉症研究学会理事、雑誌モレキュラーオーティズムの編集長を務めている。ありがとうございます。